全員集合。いいな。よし、全員集合だ。君たちも後ろに。よし。さあ、集合だ。お前も降りろ。ああ、椅子から落ちちゃう。はい。ということで、全員集合したな。よし。今回、やる企画は、障子一味史上最悪の企画だ、君たち。今日やるのは、俊介君喋っていいんだぞ、今日も。こんにちは。よし。ということで、今回も引き続き、しんのすけ君は喋るけども、今回の、企画は、過去最悪に、やばい企画だ。いいかい？そうだ。今なんか、後ろに、なんかサメがお姉さんを襲ってる絵があるだろ？いいな、今回、うん、このサメから逃げながらコインを集めてもらうゲームをする。いいな、サメから逃げながらコインを集めるゲームだ。それでそのコインが低い人には罰ゲームを用意した。いいな。その罰ゲームの内容はサメ映画を見てもらう。いいな、サメ映画だ。そう、このコインを集められなかった、そう、このコインを集められなかった人間はサメの知識が薄いということで、サメ映画をたんまり見てもらう。いいな。そんな喜んでんのも今のうちだぞ。映画を見るのが罰ゲームだって甘い。サメ映画は B 級だけどもちょっと面白いかもしれない。だが本数をまだ言ってなかったな、君たちに。それは今から来るサメさんのスコアボードでその本数を見よう。いいな。よし、サメさんおいでー。はい、今日のサメさん。あれ、どこ行った？あれ？あ、来た。よし。サメさん、いいかい？君のこのスコアボードで、いいかい？この罰ゲームでサメ映画を何本見るか決まるからな。いいな。その本数だけ見てもらうからな。いいな。よし。低くなってくれ。サメ映画の本数はっ。ん？いいか、説明するよ。もう一回いくよ。説明するよ。今から僕らこのサメのやつで遊ぶんだけども、これで点数っていうかコインを一番集められなかった人には、サメ映画を見てもらうの。いい？そのサメ映画の本数を今、君がそのスコアボードちょっと出してみ。スコアボード。うん、スコアボード一瞬出してみて。ああ、そうそう、そのスコアボードで何本見るか決めるってこと。そうだ、やっぱね、負けた人はね、やっぱサメ映画詳しくなってもらいたいじゃん。うん、そういうこと。よし、行くぞー。おこれ緊張してるの？怖いな。いや、怖いぞこれ。よし、サメ映画の本数はでるるるるるん4本。もっといこう。7本。嘘だろ。いや、今のなしにしよう。うん、よし、じゃあもう次でラストね。この正真正銘の最後ね。いくよ。サメ映画の本数は8本。いいかい、君たち、このサメのやつで一番点数が稼げなかったやつはサメ映画を8本見てもらうからな。いいな、8本だ。1日終わる。いいな、1本2時間と考えて。いいな、8本だ。そういうことだ、考えたな。よし、いいな。いいな。よし、ということでやろう。きっつ。はい、ということで、さっきなんかすごいね、サメがお姉さん襲ってるところに入ったんですが、ちょっと不具合でできなかったということで、即席でそれっぽいものを作りました。はーい、作りました。よし、とりあえずゲーム説明から入ろう。いいな。よし、じゃあついてきた前みんな。
これがいいかいみんな。今日お世話になるサメの虎太郎兄さんだ、いいかい、挨拶してちゃんと。よろしくお願いします。はい、よろしくと。いいね。よし、ルールは至って簡単。今こうやって水があるだろ、水の上になんかいろんなものがあるわけだ。その上を渡ってコインを取るというのが目的だ。いいな。そうだ、よし、試しにじゃあ僕が取ってみるな。ほっと、そう海むずいないいな、海に落ちたらアウトだからな。いいな、そういった感じのルールだから。いいな、頑張れよお前ら。よし、負けたら8本見なきゃいけないからな。そうだ、負けたらサメ映画8本見るからな。いいなよしよし、じゃあ始めるぞ。ああ、よし、ではまず誰から行きたい、誰から行きたい、まずやりたいのは。さあここは最初言っといた方がいいんじゃないか。誰が行く。お、カードが行くか。よし、行くぞ。じゃあみんな上で観戦するぞ。いや怖いぞこれ。さあお前頼む。よ、行けるか。よし、一番初めに死んでくれ。よし行くぞ角のサメチャレンジ、よーい、スタート。始まったおい、サメ出てねえしな、おいサメ出ろお前サメ水の中行けよお前よしよし、角は0本な。よし、じゃあ次行く人、これで勇気ついたんじゃないか。アイコ行く。よし、アイコ行こう。よし、アイコ行こう。じゃあサメスタンバイして、はいはい、サメ、サメ水の中、はい、よしだな。よし、サメがこうやってジャンプして襲ってくるからな。一回襲ってみて、サメ。あー、いいね、襲ってくるね、これ。怖っ、どっから出てくるか分かんない。そうだ、よし、行くぞー。3 2 1スタート。始まったぞおいおいおいブロックされた空中でバレーボールもびっくりだったよ今アイコ0点な。よし、じゃあしんのすけ行ってみるか。よし、しんのすけ行ってみよう。しんのすけのチャレンジ、うん、よーい、スタート。よーし、一個でも取ればいいんだ、一個でも。一個でも、確かに一個でも取ったらあいつ襲ってこない。おいいぞ、いいぞ、いいぞ、今だ、今だ。うわー、やばい、やばい、ちょっと待って、おいそれは違うでしょ。おい、3人連続ゼロじゃねえかお前らやばいよし、じゃあ潜入者行くか。よしちょっと強くないか。よし、行くぞ。潜入者のチャレンジ、よーい、スタート。ジョイトゥーザワールドザロードイズカム。ダメだって、あそこみんなまだ始まってないからすげえ滑ってたからな、ズルって言ってたからなあそこの車があの車がちょっとやばいな。じゃあ次どうする。ザビエル行ってみる。よし、ザビエル行こう。ザビエルさん、車から行かずにトイレから行ったらいいんじゃないか。それも手だな。よし、行くぞ。ザビエルのチャレンジ、よーい、スタート。もうなんか、サメハマってたけどちょっとザビさんチャンス、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 いや、便器から行け、便器から、便器から、そうだ、便器から行け、便器から行け、便器から、いいぞ、いいぞ。おお、おお、おお、やばい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 、
し、ベンジャミンのチャレンジ、よーいスタート。あれ、姿を現さないぞ。あれ、トラ太郎いないぞ。うん、隠れてるな。気をつけろ、お前。気をつけろ。なになになに、どうしたん。なになになに、チェイさん。え、チェイさん、後ろだ。お前、いけいけ。ベンジャミンのチャレンジまで3、2、1、スタート。頑張れ。さあ、いけるか。お、左から行くのか。いいねいいねいいね。おお、あ、あ、あ、でも1個取った今。ああ、え、今取った。取った。え、取ってないでしょ。取った。取った。あ、本当に。じゃあベンジャミンとザビエルはセーフということでいいな。マジか。1-1取ってるから。で、まあ僕がいるわけだ。よし、これで低レベルすぎないな、争いが。争いのレベル低すぎないけど。わいわいわい、次僕だから、うん、任せて、全部取るから。うん、任した。いや、沈め。沈め。よし、いくぞー。庄司のチャレンジまで3、2、1。はい。おー、これ怖いわ、マジで。怖いで。待って、近いぞ、近いぞ。うわー、うわー、危ねえ。危ねえ、危ねえぞ。トイレから。よしよしよし、頑張れ。急いで、おい、2個取った、2個取った、すごいぞ。よしよしよし、3つ取った、3つ取った、すごいすごいすごい。おい、いってる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 。うまいうまいうまい。5個目か、あれ。うわー、よっしゃー。うわー、6個、わー、すげえ。すごいぞ。まあね、まあ余裕かな。すごいな。では、はい、集合。では、0ポイントだった人、アイコ、カド、潜入者、しんのすけ。いいな、この4人だ、4人もいいのか。この4人だ、いいな。よし、誰から行く。じゃあ、お前ら、アイコ行ってこい。お前、もうアイコ行くか。よし、行ってこい。そうだ、頑張れ。じゃあ行くぞ。アイコのチャレンジまで3、2、1、ゴー。おっと、どこから行く。やっぱそっちなんだな。いいんだな。いや、なんもしてねえよ、あのサメ。下からじゃない、上から来てんだよ。上から来てんだよ。じゃあ次は、角行くか。お、角、よし、行こう。行くか。うん、角のチャレンジまで3、2、1、ゴー。浮いた。お、そっち、そっちなんだ。見たいの、見たいの、あれ。トラタロあんなとこに襲ってこいでしょ。見たいの、あいつは。よし、続いて、じゃあもうしんのすけ行こうか。行くか。しんのすけのチャレンジまで3、2、1、ゴー。よーし、よしよしよし、ちゃったか、これ。お、いけるぞ。はい、後ろ、後ろ、オッケー。おー、1個取った。え、2個取った、2個取った、2個取った。マジだ。うわあ、めちゃくちゃ低レベルなんだよ。2個取ってうぬぼれんな。じゃあ次、先生じゃ行こうか。いいんだよ。よし、行くぞ。あー、やばい、うまいぞ。やばいぞ、まずいぞ、それ。あ、取るか。お、1個取った。取った、今。今なんかちょっと光ってた。嘘。判定は、判定取ってた。おー、取ってた。あー、取ってた。よし、
ということで、アイコと角の対マンということだ。おお、いいじゃないか。よし、じゃあ2人並べ。よし、行くぞ。どちらか1人でも1枚取ったら終わりだからな、お前ら。いいな。よし、2人同時だ。行くぞ。3、2、1、スタート。おー、早い。アイコいける。どれー、どれだった。低い低い、一個だけだ。一個でこんな盛り上がれるのすごい。ということで、じゃあみんな真ん中集合しようか。約束は約束だから、いいかい、うん、カード、お前だ。お前は8本のサメ映画を見るんだ。いいな。しかもその8本のサメ映画全部レビューだ。いいな。動画にしてお前の見た感想を全部僕のサブちゃんか君の動画で出すからな。いいな。覚悟しとけよ。ということで、お疲れー。ご利用し